はい、こんにちは。パチプロ投資家の綿貸です。先日ね、パチンコのミドルスペックである、笑うセールスマンのねパチンコを打ってきました。この台は10日でね、ボーダーラインが22くらいとね結構辛いんですが、オーバー入賞がめちゃくちゃしやすいのと、あとね、当たり方が単調なので、台の調子を把握しやすいというね特徴があります。正直ね、まあ SD 継続率は 77% くらいしかないし、連鎖ポジは 16% で通常もありますが、まあある知識をね身につければ負ける確率が極めて少なくなります。まあね、前置きはこれぐらいにしておいて、早速ね実践動画をご覧ください。
Sure. Thank you.
Oh, my God.
のセールスマンの多いです。彼のお客様は現代人だけではなかった。歴史の謎の裏には彼の姿があった。私が力をお貸ししましょう。まあね、こんな感じで初当たりをね5回も引いたのにもかかわらず、まあ、約3000発勝ちというね、大したことない結果となってしまいました。やはりね、新基準期っていうのはね安定している分大きく、勝つことはできないんですが、この動画のようにね現行機種っていうのは騒がしい台が非常に多いので、台の調子っていうのを簡単に把握することができます。まあ基本的にはね、この笑うセールスマンのようにね、ボーダーが辛い台っていうのは普段打たないんですが、今回はね、釘を目視した結果、そこまで悪い調整ではなかったこと。と、もう一つ、前者のお客さんが、最高のタイミングでやめていったこと。これら二つがね、うまーく噛み合ったので、打ちました。まあそんな感じでね、もしパチンコの勝ち方、それからスロットの勝ち方がわからないよーという方がいらっしゃいましたら、私ね、LINE アットもやっておりますので、ぜひね、LINE 友達追加をしていただいて何でもねご質問してください。もちろん無料で受けたまってます。で、LINE の友達追加方法ですが、画面のね右側にあるこちらの QR コードを読み取っていただくか、もしくは LINE アプリの ID 検索にてwata777と入力をしていただくか、もしくは、動画下の概要欄に記載してある、友達追加リンクからアクセスをしていただくか、この3つのねどれかとなります。
でですね、LINE アプリの ID 検索をする際は、アットマークをね抜かしてしまいますと、別の方が出てきてしまいますのでご注意してください。あとね、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、それから YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。